出雲光は、日本の実業家。緑虫の研究、生産を行う、バイオベンチャー企業株式会社優レな創業者、代表取締役社長 CEO である。広島県呉市生まれ、東京大学農学部卒業。世界経済フォーラムヤンググローバルリーダー、第1回日本ベンチャー大賞、内閣総理大臣賞受賞。経団連審議委員会副議長。著書に、僕は、 緑虫で世界を救うことに決めた。ガール。1980年1月17日、母親の帰省先の広島県呉市で出生。2歳まで、神奈川県川崎市宮前区の宮前平で暮らした。後、弟の誕生を機に多摩ニュータウンに移り住んだ。私立駒場東方中学校に合格、インターネットの可能性に魅了されマルチメディア、研究会を発足。 駒場東方高等学校に進学後、文化祭でプリントシール機をパソコンで作って披露した。何かを形にして人のためになることに喜びを感じ、ニュースで世界中で貧困に苦しみ子供たちが亡くなっていることを知る。国際連合で働いて世界から飢餓や貧困をなくしたいと考える。東大に入ることを決意、過去20年分の入試問題から、 問題の傾向を分析する。1998年東京大学文科三類に進み、グラミン銀行のインターンとして、バングラデシュに赴いたイズモは、タンパク質やミネラルの不足による深刻な栄養失調の現場に直面し、国連に代わる目標を探ることになるが、 国連に就職するのは遠回りだと感じ、栄養のある作物を届けたいと農学部へ移り、栄養素などの研究を始めた。そこで緑虫と出会い、探し求めていたものに出会った。バングラデシュに持っていこうとしたが屋外での培養は、当時は不可能、大学卒業まで謎をつかめなかった。サークルで、一つ後輩でのちに、夕暮れなの取締役 CTO となる、鈴木健吾と出会い、 出雲は鈴木が在籍する農学部農業構造経営学専修課程へ転部する。出雲が栄養失調解決の可能性を持つ緑虫について知るのも鈴木との会話がきっかけであった。2002年4月、東大農学部を卒業。東京三菱銀行に就職するが緑虫への愛と大きな夢は捨てられず、銀行員として働く傍ら、週末は東大で、 ミドリムシの研究を重ねた。同年12月、退職を決断。2003年3月20日に、東京三菱銀行を退職した。23歳で無職となって、自分を追い込みミドリムシの研究一本に絞った。ミドリムシの培養をしては、失敗を繰り返し1年、貯金は底を尽きてしまった。 そこでスポンサーを探すため当時のライブドア社長だった、堀江貴文に、資金援助を、自家談判、面白い。俺が投資するので、会社にしろと言われ、2005年にオフィスを曲がり、友人を含めて3人で会社を設立。熱い思いが、大阪府立大学の教授の心を動かし、日本中の研究者たちに声かけ、研究者、先生方が自ら集めた研究データを、 提供してくれた。2004年中国、鎮汰市で開催された会合で、後に、夕グレナの取締役、シエモとなる、福本拓元と出会う。福本の実家は、愛媛県で、クロレラの販売を行っていた。福本にとって、出雲の第一印象は、決して良好なものではなかったが、緑虫の培養に関心を持った福本は、クロレラの培養施設のある石垣島の、 八重山ましさんを紹介した。2005年8月9日、バイオプールを借りる契約上の必要から、出雲鈴木、福本とライブドア、福本の実家の株式会社ハイクロレラの出資により、資本金1000万円で株式会社優れな創業。本社は、六本木ヒルズにあった、ライブドア本社の一角を曲がりした。二千五年十二月十六日、緑虫の培養に成功。 人間が生活するために必要な59種類の栄養素を緑虫が一辺に作ってくれる。これまで屋外大量培養は周囲の原生生物などの捕食者に食べられてしまうため不可能とされてきたが世界で初めて屋外での大量培養に成功し緑虫の豊富な栄養素を含んだドリンクやサプリメント、化粧品を販売。 その功績が認められ、同年に日本ベンチャー大賞を授与した。2006年1月16日、ライブドア本社に強制捜査が入り、夕暮れナもオフィスを追われた。同年2月17日、出雲は自費でライブドアの持ち分を買い取るが、しばらく苦境が続いた。投資コンサルティング会社インスパイア社長のなるけんが、若手部下の永田昭彦を社外取締役として派遣。 500社に緑虫の説明をしたがすべて断られた。そんな中、2008年に501社目の伊藤忠商事が研究開発費を出資、支援。大量発注、幅広い販売ネットワークサポートで順調に売り上げを伸ばした。2012年12月20日、ユーグレナは東京証券取引所マザーズに上場。2014年10月に、 合弁会社グラミンユーグレナ設立。同年12月3日、ユーグレナは東京証券取引所第1部に市場を変更した。2014年34歳の時にバングラデシュで念願のプロジェクトを実現。緑虫が入っている給食を提供した。2021年緑虫を原料に使った燃料で飛行機を飛ばすことに成功。 夕暮れな開発のミドリムシ由来のバイオ燃料を使用した小型ジェット機が鹿児島羽田間を飛行。この燃料は使用時に CO2 を排出するものの燃料の成長過程で吸収するため、活石燃料よりも排出量の削減につながるとし、海外では34万回以上利用されている。次世代燃料に世界中が期待を寄せる。ミドリムシは 将来的に枯渇する心配がないことや、地球環境に優しいサイクルが実現できることが理由。ありがとうございます。